元 AKB48 の大谷静香31が16日放送の「上田と女が吠える夜日本テレビ系」に出演2 0キロもの激太りをしたことを明かしたこの日の放送ではズボラ女と神経質女 SP としてゲストの女性陣がズボラエピソードや神経質エピソードを披露ズボラだという大谷は洗い物って面倒くさいので お茶とかは神社の上手、上手、スタイルで、飲む、と、洗い物を減らすために手で飲み物を飲むことがあると説明。また、給料の多くをフードデリバリーに使っているとも明かし、そのおかげで、コロナ禍も含めて20キロくらい太っちゃって、と告白。20キロ激太りのビフォーアフターショットも公開され、スタジオからは驚きの声が上がっていた。 大谷といえば、6月に YouTube チャンネルで、デブグラビアを自己プロデュースしてきました、として、激太りボディを生かしたグラビアを撮影したことを報告して話題に。ちなみに、3月に公開した動画では、激太りによって体重が49.8キロから68.7キロに、バストが85センチから96センチに、ウエストが69.5センチから93センチに、 ヒップが87センチから104センチまでサイズアップしたと明かしていました。女性誌ライター20キロもの激太りを果たした大家だが、ネット上では、ダイエットしない方が好き、もっと増量してもいい、ふっくらしてる方が可愛いと思う、普通に健康的に見える、大家静か、顔変わった。と思ったら丸くなったからなのね、今の方が可愛いと思う、と好意的な反応も少なくない。 しばらくはぽっちゃりキャラを貫くのだろうか